こんにちは、N村です。今回はマイクロソフトフライトシミュレーターの導入方法について解説いたします。とても綺麗なグラフィックで高い完成度を誇る航空シミュレーター、マイクロソフトフライトシミュレーター。このソフトは Steam やマイクロソフトでダウンロード販売されていますが、今回は Xbox ゲームパス4PC を利用した方法を紹介いたします。新規加入者の方に限りますが、この方法であれば初めの1ヶ月間は100円でプレイできるので、お試しでプレイするには最も安価な方法になると思います。こちらのソフトは難易度が高く、プレイする人を選ぶ部分もあるので、お試しプレイの後気に入った方のみ購入に切り替えるのが間違いのない方法だと思います。 VR でプレイするための設定は難易度が高く多少の壁がありますが、 PC 初心者の方にも導入できるように丁寧に解説してまいりますので、最後までご視聴よろしくお願いします。それではまず必要となるものとサービスについて説明します。 PC に関してはこの後に詳細を説明します。プレイ時はバーチャルデスクトップまたはオキラスリンクを使用します。オキラスデベロッパーハブオープン VR、 こちらはオキラス公式サイトより無料でダウンロードインストールします。 Steam VR、 MSFS の入手先は Steam ではありませんが、プレイ中は Steam VR が起動します。 Xbox ゲームパス4PC、 Xbox の名前がついていますが別に Xbox は必要ありません。新規加入者の方のみ最初の1ヶ月間100円のキャンペーンを利用します。2ヶ月目以降もしくは過去にサービスを利用していた方は月額850円となります。支払いのできるカードが必要です。 MSFS を継続して利用されない方は解約を忘れないでください。次に VR モードで必要な PC スペックです。左側が最小構成、右側が推奨構成です。全体的に高性能であることが求められますが、特にグラフィック関係は最小構成でも非常に高くなっています。最小構成以下でももちろんプレイは可能です。その際には設定を低くする必要があり、画質は当然下がります。またストレージの空き容量が 150GB と非常に大きくなっておりますので、ダウンロード前に注意が必要です。今回はバーチャルデスクトップを使い Steam VR をプレイできることを前提に解説いたします。まだバーチャルデスクトップの設定がお済みでない方は概要欄にリンクを貼りますので、私の過去動画を参考に設定してください。なおその際にバーチャルデスクトップ購入代金1990円が別途発生いたします。バーチャルデスクトップの代わりにオキラスリンクでも問題ありません。プレイ時には別途 USB ケーブルが必要となります。またオキラスリンクでは通常必要のない ADB ドライバーのインストール、開発者登録とデバッキングの許可、 Steam VR のインストールをする必要があります。そちらの設定はサイドクエストの導入ステップ3から6とバーチャルデスクトップの導入ステップ1の動画で説明しています。それでは改めて設定手順を紹介いたします。今回は5段階に分けて説明いたします。特に大変なのがステップ2のダウンロードです。ダウンロード容量が 130GB と非常に大きく、空き容量は 150GB 必要となります。ダウンロードにはかなりの時間がかかります。私の場合ネット回線の帯域幅は約 800Mbps ですが、2時間以上かかりました。それではアカウントを作成し Xbox ゲームパスに加入します。概要欄のリンクよりゲームパスの公式サイトに移動します。右上にあるサインインをクリック。すでに利用したことのある方はここでメールアドを入力、次へ進みパスワードを入力してサインインしてください。まだ利用されたことのない方は作成をクリックします。ここでアカウントを作成します。一般的にはマイクロソフトのサービスなのでマイクロソフトアカウントを利用しますが、 PC 上で利用できるメルアドであれば Google でも Yahoo でも構いません。メルアド入力後次へと進みパスワードを入力します。メルアドを新規で作成したい方は新しいメールアドレスを習得をクリックします。パスワードを入力後、氏名、
続けて国と生年月日を入力します。新しいメールアドレスを習得を選択した方はこちらに進みます。希望するアドレスを入力しドメインを選択してください。ドメインは3種類から選べますが、どれを選んでも大きな違いはありません。最後は表示されている文字を入力します。大文字小文字は気にしなくても結構です。アカウントの作成に成功すると簡単なプロフィールの作成に移ります。後回しにしても問題ありませんので、ここでは 1,2 のチェックを確認し同意するをクリックします。サインインの後、元のページに戻ります。すべてのプランを見るをクリックし、プラン選択画面に移ります。プランは3種類あります。真ん中の PC 用、右のコンソールが XBOX 用、そして左側が PC、XBOX 兼用のウルティメットになります。クエスト2で利用する場合、PC 用を選択します。ただし加入時に適用になるキャンペーンによっては、左側のウルティメットを選択した方が得な場合もあります。適用となるキャンペーン内容を検討し選択してください。ここでは真ん中の PC 用を選択します。100円で加入するをクリックし先に進みます。プラン名とキャンペーン適用後の価格を確認し参加をクリックします。開始するには支払い方法を追加してくださいをクリックすると、カード情報を登録する画面になりますので入力してください。入力を次へをクリックし、最後に申し込むをクリックすると完了となります。MSFS の前に Windows 10 PC 用 Xbox アプリをインストールします。この PC 用アプリはストアやライブラリー、先ほど契約したアカウントやゲームパスの管理が行えます。MSFS もこのアプリを利用しダウンロードします。概要欄のリンクよりダウンロードページに移動します。アプリをダウンロードするをクリックし、任意の場所にダウンロードします。ダウンロード終了後、Xbox インストーラー .exe をダブルクリックし実行します。ライセンス条項を確認し、内容に問題がなければチェックボックスにチェックを入れ、インストールを開始します。インストール完了後、サインインのためアプリを起動します。右上の人型アイコンからサインインへと進みます。アカウントの表示があれば選択し、続行をクリックしますが、初回は表示がありません。別のアカウントを使用するを選択し、メールアドとパスワードを入力しサインインします。サインイン完了です。それでは MSFS のダウンロードを開始します。上にある検索ウィンドウに MICRO と入力しエンターキーを押します。フライトシミュレーターが3種類表示されます。左からスタンダード、プレミアム、デラックス、デラックス版です。ゲームパスであればどれでも定額ですが、ここでは左のスタンダードを選択します。ゲームパスでプレイをクリックしダウンロードページに移動します。ここから長時間のダウンロードになります。ダウンロードは2回に分かれており、1回目はすぐに終了します。ダウンロードしたアプリを起動すると、本体のダウンロード約 130GB が始まります。ダウンロード終了後インストールになります。インストールを完了すると PC で MSFS をプレイできるようになります。このダウンロード時間を利用しクエスト2の設定を行います。概要欄のリンクよりオキラスデベロッパーハブのダウンロードサイトに移動します。ライセンスの確認をしチェックを入れ、任意の場所にダウンロードします。ダウンロードしたフォルダを開きます。 ZIP 形式の圧縮ファイルになっているので、ダブルクリックし中身を確認します。中のファイルを右クリックしコピーします。一つ上のフォルダに戻り貼り付けます。
圧縮ファイルから取り出したセットアップファイルをダブルクリックしインストールします。詳細情報をクリックすると実行ボタンが出てきます。任意の場所にインストールしてください。それでは PC と Quest 2を USB ケーブルで接続します。先ほどインストールしたデベロッパーハブを起動します。接続が成功すると左下に緑色のマークが点灯しアクティブと表示されます。重要な部分のみ説明します。左側のマイデバイスを開くと便利機能がたくさんあります。先日お伝えした OVR メトリックスツールはここでオフにすることができます。パッケージマネージャーを開くと開発者用ツールの管理画面になります。インストールドはインストール済みツール一覧です。ここにある OpenXR を一旦削除し再インストールします。 Available は導入可能なツール一覧です。 OpenXR を削除しました。 Available は導入可能なツール一覧です。 OpenXR を見つけたのでインストールします。インストールが完了しました。念のためインストールドを確認します。ありました。ステップ3完了です。それでは MSFS を VR モードで起動するためにまずは PC で起動します。起動まで2分かかりますので途中から6倍速にします。MFFS を無事に起動できました。 VR の起動はオプションからジェネラルと進みます。左下に VR モードがあるのでクリックすると中央やや右にスイッチトゥ VR が出ます。このスイッチトゥ VR をバーチャルデスクトップまたはオキュラスリンクでクリックすると VR モードになります。それではクエスト2を装着してください。いつも通りバーチャルデスクトップから Steam VR を起動します。左コントローラーのメニューボタンを押します。リモートデスクトップを使い PC 画面上の MSFS を操作します。スイッチトゥ VR をクリック。無事に成功しました。手前の Steam VR のメニュー画面を閉じます。メニュー画面を閉じました。ここからはコントローラーを置きマウスとキーボードで操作します。左上のホームからフライトトレーニングと進みます。今回は小型機のジェネラルエビエーショントレーニングをプレイします。トレーニングは8段階あり、1番からプレイします。右下のレディートゥーフライをクリックするとゲームがスタートします。ゲームが開始されると黄色の枠の中にレディートゥーフライが表示されるのでマウスでクリックします。グラフィック設定を調整しないとまともに操作できない場合があります。グラフィック設定は PC 上から行います。ホーム画面からオプションに進みジェネラルをクリックします。1の矢印で PC と VR モードのグラフィック設定を切り替えることができます。性能の低いグラフィックボードでも設定次第で遅延は気にならなくなります。